イグナシオ・シャビエル・ナ・チョゴメス・ノボは、スペイン・フェロル出身のサッカー選手。現在は、無所属。ポジションは FW。SD ・ウエスカからデビューし、2001年に、スコットランドに渡って、レースローバーズ FC とダンディ FC でプレーした。2004年7月に移籍金45万ポンドで、レンジャーズ FC に移籍し、2004から05シーズンは、公式戦で25得点して、 国内リーグとリーグカップの2冠に貢献した。2008から09シーズンには再びリーグで優勝し、国内カップ決勝では決勝点を挙げて、再度の2冠達成を果たした。2010年に母国のスポルティングで基本に移籍した。レースローバーズ FC2001 年7月、SDUS 化からスコットランドのレースローバーズ FC に移籍した。 8月4日のエアドリオニアンズ FC 戦でデビューし、3日後のスコティッシュチャレンジカップアロアアスレティック FC 戦で初得点となる決勝点を挙げた。パーティック失する FC 戦では移籍後わずか3試合目にして退場処分を受けたが、このつまずきを経てもスコティッシュファーストディビジョンでは得点を量産し、セントミレニ FC 戦とホルカーク FC 戦では1試合2得点を挙げた。 2001から02シーズンは計38試合に出場して22得点を挙げた。ダンディ FC2002 年7月、ダンディ FC に移籍した。移籍金は10万ポンド。8月3日のハートオブミとロシアン FC 戦でデビューし、8月17日のダンファー・ムリン・アスレティック FC 戦では、移籍後発得点を含む2得点を挙げたが、この試合では試合終了直前に、 スコット・ウィルソンに対して足の裏を見せたとして退場処分を受けた。2002から03シーズン終盤には9試合でさらに7得点を上げた。2003から04シーズンの UEFA カップではイタリアのペルージャカルチョから決めた得点を含む4得点を上げた。リーグ戦では19得点し、公式戦通算では計25得点を決めた。この活躍によって セルティック FC やレンジャーズ FC がノボの獲得に興味を示し、セルティックは50万ポンドの遺跡金を提示したが、選手本人との契約合意に失敗した。レンジャーズ FC2004 年7月6日、レンジャーズ FC に遺跡し、ミハエル・モルスがクラブを離れて以来開いていた背番号10を割り当てられた。遺跡金は45万ポンドと報じられた。 8月7日のアバディーン FC 戦でデビューし、8月10日の PFC チェスカモスクワ戦で移籍後初得点を挙げた。初得点後は8試合の無得点期間が続き、先発メンバーから控えに降格したが、古巣のダンディ FC 戦で66分に途中、出場して2得点し、再びレギュラーに返り咲いた。2004から05シーズンは、 リーグ戦での19得点を含む25得点を挙げ、スコティッシュプレミアリーグ制覇に貢献した。2005から06シーズン序盤に、第5中足骨気部骨折し、数ヶ月の間チームを離脱した。クリス・ボイドが先発に定着したため、ストライカーではなく、ウィングとして起用されることが多く、復帰以降は20試合も、無得点期間が続いたが、セルティック戦、フォルカーク FC 戦、 プロスのアノルトススファマグスタ戦で得点したアレックス・マクリーシュ監督が退任し、フランス人のポール・ルグエン監督が就任すると、ノボはレンジャーズからの移籍を考えたが、イングランド・フロリダチャンピオンシップのコベントリーシティ、FC への移籍話は、移籍期限最終日までにまとまらなかった。出場機会が散発的になり、7週間も試合に出場しないこともあったが、 クラブは成績が低迷した上に負傷者が続出したため、リザーブチームで好調だったノボがトップチームに復帰した。2006年10月19日 UEFA カップの AS リボルノカルチョ戦でシーズン初得点を挙げた。続くカズジはベンチスタートであったが、セントミン戦では途中出場から決勝点を挙げた。翌節のマザーウェル FC 戦には先発出場して、 マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。コンディションを整え、続くハーツ戦、イスラエルのマッカビ・ハイハイ・フシー戦、フランスのアージオ・セール戦で得点した。ルグエン監督は、ウォルター・スミスに代わって、ノボをレギュラーに据えた。2007年夏には、複数のストライカーが新加入し、攻撃的なポジションでの競争が激化した。序盤戦のノボの出場機会は、ほとんどが途中出場であったが、 10月20日、シーズンで初めてオールドファームダービーに先発出場し、2得点して3から0の解消に貢献した。2007年12月2日、クラブは2008年7月に満了するノボとの現行契約を1年に延長する意思があると報じられたが、ノボはより長い契約延長を望み、2010年夏までの2年間の契約延長にサインした。 2008年5月1日、UEFA カップ準決勝のアッコフ、フィオレンティーナ戦で決勝点となる PK を決めた。2007から08シーズンは2度の退場処分を受けたが、2度ともカップ戦決勝を控えたリーグ戦であり、そのせいで、スコティッシュリーグカップ決勝とスコティッシュカップ決勝は、出場停止となった。2008から09シーズンはもっぱら途中、出場であった。 同シーズンのスコティッシュカップ決勝もベンチスタートであったが途中出場してわずか28秒後に決勝点を決めた。スコットランドでの最終シーズンとなった2009から10シーズンは途中出場がほとんどながら急得点し国内リーグと国内リーグカップの2巻を達成した。より多くの出場機会を得るためノボはレンジャーズとの契約を延長しない決定を下した。 スポルティング基本2010年5月、母国スペインのスポルティングで基本と2年契約を結んだ。2010から11シーズンは厳しいシーズンとなり、2011年夏にはスコットランドアパディーニ FC のクレーグ・ブラウン監督がノボの獲得に乗り出したが、この申し出を断って基本に残留した。グレントラン2016年7月26日、 ニーフルプレミアシップのグレントラン FC へ加入。同年9月、脅迫を受けていたことが、警察により、明らかにされた。翌年5月5日、ジオーバルを去ることが発表された。ガリシア州選抜スペイン A 代表に招集されたことはないが、2007年にガリシア州選抜に初めて選ばれ、カメルーン代表との非公式親善試合に出場した。2008年12月には、 イラン代表との非公式親善試合に招集されたが、セルティック FC とのオールドファームダービーが終わると、同時にスコットランドを離れ、イラン戦の試合開始1時間前にスタジアムに到着した。イラン戦では2得点を挙げて、サポーターからの拍手喝采を浴びた。スコットランド代表招集をめぐる議論2008年10月24日、スコットランド代表でプレーしたいというノボの発言が、 報道された。2001年から8年間スコットランドに住んでいたノボにはイギリス国籍を取得する資格があった。ノボはスペイン出身であり、スコットランド出身の両親や祖父母がいるわけでもなく、スコットランド代表召集の是非について多くの議論が交わされた。しかし、ホームネーションズではイングランド代表、北アイルランド代表、スコットランド代表、 ウェールズ代表でプレーする、いかなる選手もその国に、血縁関係があるべき、もしくはその国で5年以上の義務教育を受けるべきだと、し、ノボのスコットランド代表招集問題は立ち消えた。スペイン出身のマヌエル・アルムーニアやミケル・アルテタが、イングランド代表に招集されるべきか議論された、際にも、この規定によって招集が認められなかった。ありがとうございます。